皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ここから道場第9回目です。高校3年生の楓です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあここから道場は15分の番組で心と体のレジリエンス向上のためのヒントをお届けできたらなという番組です。では心の担当をしてくださるひかるちゃん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク明けでなんとなくちょっと5月病っていう言葉もありますけど、はい、なんかちょっと心が元気になるようなお話できたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。次に体の担当をしてくださる旅人マッサージ師マサシさんです。お願いします。はい、旅人マッサージ師マサシです。よろしくお願いします。いつも元気です。前もね、いつも元気ですとおっしゃってましたね。もう体調悪くなることがないいうことですね。すごい素敵、ね。では前回のおさらいをしましょう。前回は口呼吸と鼻呼吸について話して、それもマスクをすると口呼吸になりがちっていうお話をまさしさんから聞いて、まあ、鼻呼吸にするメリットだったり例え話例に出して分かりやすく教えていただきました。あとは口角上げ、なんかひかるちゃんが割り箸を加えると口角上がるよっていう話もしました。で今回は、ちょっとテーマをガラッと変えてコンプレックスとの付き合い方についてしようと思います。でこのテーマにしようと思ったきっかけが、まあ、5月病でこう、ね、さっきひかるちゃんもおっしゃってたんですけど、気分が下がりやすかったり、なんかコロナ太りとかで私もちょっと顔のお肉がなんかついて気にしてるんですけど、なんか、ね、そういう方も多いかなと思って考えてみたんですけど、さっきそのコンプレックスについて軽く話した時に、コンプレックスイコール劣等感ではないっていう話が出て、私もちょっと定義が曖昧になったので、ひかるちゃんにコンプレックスって何っていうのを解釈聞いてみたいなと思います。お願いします。はい、コンプレックスって聞いた途端になんかよく出てくる言葉が、もう私ってコンプレックスの塊なんですとか、なんかコンプレックスが強くってって言って、なんかコンプレックスイコール悪いもの、今楓ちゃんが言ってくれた通り、コンプレックスイコール劣等感っていうようなイメージでいるんですけど、コンプレックスってこう英語で書くとコンプレックス、ちょっと表示を見せておけばよかったかなと思うんですが、 COMPLEX コンプレックスというふうに書くんですけれども、要するに複雑なとか複合体なんていう意味だったりするんですね、もともとが。で、コンプレックス自身を持つことは悪いことではなくって、コンプレックスっていうのが生まれるのはもともとは自分自身のその優越性というか、やっぱり人間はどうしてもこう人よりこうよくあれたらいいなっていう、こうなんか成長欲っていうのがあって、その成長欲がやっぱりそのいい意味で、はい、こう湧いてこう努力を重ねていくっていうところなんだけれども、ついつい自分が理想とすることを実際もうやってる人とかそういうのを見ちゃうと自分と比較してしまって、ああなんて自分ってできないんだろうとか、例えばですけど、こうあの人って顔がいいからモテるんだよねみたいなのとか、で私はお顔がみたいな感じで、そういう原因論を作っちゃうっていうところがあって、なのでそうではないんだよっていうところで、その優越性を持っちゃうからこそ、その自分自身の劣等感にも変えてしまうっていう、そうではなくて、コンプレックスっていうのはあくまでもその心の中でぐちゃっとごちゃっとなったものをもっとシンプルに考えてみましょうというところを今日はちょっとお話できたらいいなって思ったりしています。ありがとうございます。なんかそうですよね、なんかいいなっていう時ってあんまり心が整理されなくって、ちょっと落ち着いたらなんか
あの顔の体操の YouTube 探してみるとか、うん、なんかまあもうちょっとスムーズにできたらなって思うので、ぜひ、はい、お二人に聞きたいなと思います。そうなんですよね。あくまでもそこって実はあの主観的なものの見方になっていて、うん、要するに自分自身を自分の中でこう見ていって、こうタコツボ状態になってる。だからそのもっとこう客観的に見てみるっていうことから始まると思うんですけど、そのさっきの最初に話したこうコンプレックスの塊になっていくと、だん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 こう閉じた体になっていくと思うんですよ。なんかこうちょっと悲観的な表情、クローズドな表情、姿勢、クローズドな姿勢になっちゃう。それがより人とのお付き合いをこう遠ざけてしまったりとか、より強い劣等感の方に引き込んでしまうと思うので、せっかく体の、プロの、まさしさんがいるので、そのクローズしてしまう姿勢とか、クローズしてしまうしあの体勢、お顔みたいなのをこうオープンにさせる体操だったりとか、なんだろうな、こう普段の日常生活のこう在り方っていうところをちょっとご教授いただきたいというか、はい、教えていただきたいなと思うんですが。はい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 。なんかこうコンプレックスってやっぱりこう抑えつけなので。ね、押さえつけられると体ってね固まっちゃうっていうので、あのね姿勢はすごいやっぱり大事といえば大事なんだけど、そのコンプレックスに押さえつけられないようなこう解放した姿勢をガーンと維持しようって思うこと自体がもうひょっとしたらちょっと考えすぎなんじゃないかなっていうふうにも取れちゃうんですよね。なんでひょっとしたらこう押さえつけを弾くような姿勢っていうよりも、手っ取り早いのは動いてることの方が跳ねのけれる、うん、体にとっていい、あの跳ねのけになるはずなんで、あの何かしらで動くより、それは自分の好きなことの方が効果があるんですよね。うんうん、ねやっぱり頭のオンとオフをこう切り替えてやるってことがものすごいやっぱり大事なんで、自分の中で何がオンになってて何がオフになってるのかっていうのが分かればより開放的になってくる。でもしよく分かんないよっていう人がいたら、何かに集中、特に体を動かすことに集中してみると、もう自動的にオフになると思います。例えばサッカーとかで、サッカーっていうルールの中で一つのボールを蹴ってるわけじゃないですか。そのボールを追っかけるっていうマインドになってる時っていうのは、もう日々の日常のストレスから解放されて、もう違うところにスイッチが切りつながってるんですよね。ボールを追うことに集中してるんですよ。それって体的にはもうオフになってる状態なんで、ましてやこうガー体動かしてるわけだから、体の姿勢 もう姿勢というか筋肉も動かされて、体はそれほぐされてる状態なので、うん、何か体を動かして集中することを一つ見つけるっていう、それを日常化するっていうのが一番手っ取り早い頭の切り替えであり、体の使い方かなって思います。うん、あの今のまさしさんの話を聞いてて、お顔の方にもこう転用できるかなっていうのが、やっぱりどうしてもこう、なんだろうな、なんだかこうちょっと自分の中で劣等感と受け取ってしまって、でこう、ちょっと鬱な状態になっていくというか、暗い気持ちになっていくってなると、どうしてもこう、内に入っちゃうっていうか、お顔自身もなんていうのかな、こう表情にまで意識がいかないのかなって思うんですけれども、そうなった時やっぱり動かすから始めてみるっていうのはいいなと思って、それを例えば笑うから楽しくなる、楽しいから笑うじゃなくて、笑ってみるから楽しくなるの方のちょっと原則というかっていうので、まずは楽しいって気持ちじゃないにしても、顔だけでも笑うっていう表情をしてみたら、そこからだんだん気持ちをこうオープンにさせて楽しい気持ちに変えていくっていうことも可能なのかなと思ったんですが、はい、ラフターヨガというか、
あの笑いヨガみたいなのもあったりしますよね。ちょっとやったことはないんですけど、やったことあります？まさしさん。もう形だけ、そんながっつり大根ではないけど、うん、あのその体が精神に及ぼす影響力としてちょっとかじったことはあります。まあでもそんな細かいルールにあのとあの縛られず、あの、うんうん、こうす実験的にこうするとあのどうですか、気分は晴れましたよねみたいな、ちょっとした心理テストに近いような形でやりました。私自身やっぱりこう、もちろん人間なので、の感情の起伏っていうのはあるかなって思うんですけれども、うん、あくまでもそれ自身も否定してしまわない方がいいんじゃないかなっていう、あ今ちょっと悲しい気持ちなんだっていうこと自身をまずはイエス受け取った上で、うん、あのそこに対してじゃあどうしたらいいかなっていう自分との関わり方っていうか、自分取説じゃないですけど取り扱い説明書というかっていう、自分の感情にこう向き合ってみるっていうのがまず一つあるのかな。なんでかあのか自分がよく陥りやすい感情っていうのをまず見つけてみるっていうのもありなのかなって思ったりします。うん、怒りと感じる人もいればね、なんか悲しいって感じる人もいれば、こうちょっと落ち込むがっかりっていう人もいればっていう、こうコンプレックスを抱えることでっていうね、っていうところで、うん、それが、うんと全て悪いことではなくって、次のステージへのこうステップアップの段階に来たんだねっていうことというふうに捉えてみると、ちょっと気持ちも明るくなるんじゃないかなって思ったりします。あとさっきあのまさしさんがとりあえず体を動かしてみるといいっておっしゃってたんですけど、なんかやっぱり現代だと運動する人が少なくて、あのスマホをついつい長いこと見てしまったりとか、なんか集中できる作業ではあるけど、あのただこう勉強かな、なんか単語英単語を書くとか、また違った集中のとらわれる仕方ってあると思うんですけど、それはコンプレックスなくすとあんまりつながらない集中の仕方なんですか？どう、コンプレックスにどうつながる、そのこう体を動かしてれば、そのどんな感情にさえも どんな感情もこうオフにできるというか、その何かに集中することによってどの感情にもオールマイティーに共通することができるから、うん、あのとか手っ取り早いのは体ですね。なかなか、まあ、もちろん勉強に打ち込むというそういうデスクワークに打ち込んで忘れられる人もいるっちゃいるんだけど、例えばジグソーパズルに打ち込めば一日のストレスが忘れられる人って現にいるんで、あのそれでもダメとは言わないけど、それによって体も縮こまってしまうというか、動いてない時間がやっぱり長いので、明らかに体を動かした方が脳にも血流がいくし、こう発想力が前向きになる傾向が強いんですよね。だから同じ仕事をするのにしても、例えばスタンディングデスクで立って仕事をした方が能率が上がるっていうのはもう結構実験として結果出てるんですよね。もうこう仕事量、人とのコミュニケーション能力も高くなるから、会話も弾むし会議の進みも良くなる、記憶の定着も良くなるみたいな、こう一つもデメリットがない、座ってやるのは全部デメリットしかなかったみたいな結果も出てるので、デスクワークよりかはやっぱり体を動かした方がいいですし、体が動かせない環境、仕事であっても、できるだけ座ってない、座らずに立って行うとか、もうなんだったら、ね、歩きの散歩しながらミーティングとかも全然ありなんじゃないかな。ひょっとしたらそれが世の中でいうゴルフとか、ゴルフの中で打ち解け合ったり商談成立とかね、世の中ではね、あるみたいなので、もう僕はあんまり経験したことがないんで職業柄、そういった体を動かしながら頭を使うっていう、そのスタイルに持っていくことが一番効率よく回っていくんじゃないかなと思います。ありがとうございます。早速5月は意識して運動しようかなって思いました。はい、でもう、はい、お時間になってしまって、
次5月の25日また同じ12時15分なので、はい、次もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。